はい、どうも、大河です。というわけで、今回はですね、相手の心をつかめたの質問のテクニックをご紹介したいと思います。本日のワインは、スキャクロー、2019年飲みながらやっていきたいと思います。乾杯。で、やっぱり、優しいっていうのは、まあ、ワインでもそうだし、人間関係とかでも、非常に重要な指標の一つになってくるわけなんですよ。で、ビジネスでもそうだし、恋愛関係でもそうなんですけど、質問が上手い人、あとは質問の回数が多い人っていうのは、相手から見ると魅力的に見えるということが分かってます。実際に、ビジネスとかにおける説得ですね。この説得が上手い人と下手な人を比べると、上手い人の方が下手な人に比べて、で、2倍もですね、質問してるというのがあるぐらい質問ってすごく重要なんですよ。じゃあ、こんな質問の中でも、特に、まあ、初対面の相手と仲良くなる、あるいは、気になる子がいた時に、そのことを恋愛関係になるみたいな、そういう風にですね、相手からの印象を一番良くするタイプの質問って、どんな質問なんですかってことを調べてくれた研究を今日はご紹介したいと思います。本日の研究は、エディンバラ国際科学、フェスティバルってところでですね、発表された、まあ、心理学者のですね、ジェームス・フーランさん、たちが行った、研究が元になっています。はい。まあ、いろんな質問をね、こうね、投げかけて、で、その質問からですね、こう、相手からの、こう、印象っていうのをですね、調べるみたいな、そういうことを行ったんですけど、結果ね、相手からの印象が一番良かった。まあ、いわゆる、こう、デートとかでも使えるし、初対面の相手と仲良くなるためにも使える、そんな最強の質問がですね、既視感がない質問だったんです。既視感っていうのは何かっていうと、それどっかで聞いたことあるな、みたいな、そういう普通な質問です。例えば、出身は男なんですかとか、休日は何されてるんですかみたいな、既視感がすごいですよね。なんかもう、どっかで聞いたことあるし、見たことあるな、と。そうじゃなくて、意外な質問を投げた場合の方が印象が良くなったんですよ。僕らってやっぱり意外じゃない、みんなが聞いたことがあるような質問を投げることによって、なんて言うんだろう、僕普通の人ですよ、安全ですよってアピールするんですが、これ全く魅力的に見えないんですよ。どうでもいい人になっちゃうんですね。例えば、このですね、フーランさんたちの、研究によるとですね、結構人気があったですね、質問はどんな質問だったかっていうと、自分がピザのトッピングだったとしたら、何だと思います？っていう質問が結構人気だったそうです。つまり、あれですよ。で、僕は皆さんに、皆さんはピザのトッピングだったら自分は何だと思いますか？と聞くわけです。そしたら、皆さんどう思います？いや、自分がピザのトッピングだったら、いやー、まあ、トマトかなーとか、チーズかなーとか、なんか、いや、あえて刻み海苔かなーみたいな、こう答えるわけですよ。そうすると、なんで自分を、チーズだと思ったんですかとか、ベーコンだと思ったんですかオニオンだと思ったんですか刻みの人だと思うんですかって風に聞くことによって、普通の人としたことがないコミュニケーションと、そして普通の人には見せたことがない一面が必ず出てくるんですよ。で、こうすると人間って実はね、面白くて、みんなに見せてる面を見せてる相手っていうのはみんなと同じ扱いになるんですよ。ところが、みんなに見せていない面を見せるとどうなるかっていうと、特別な人になれるんですね。だから、恋愛の場合でも、友達との関係の場合でも、こういう既視感がない意外な質問を投げると。そして大事なのは、不運で終わるんじゃなくて、その理由を聞く。なんでそう思ったのかを聞くと。いうことをやってあげることによって、相手の心がつかめますねという研究でした。ぜひですね、参考にしてみてください。心理テストみたいな感じでやっても全然面白いと思いますし、自分はこう思うんですよね。なんでかっていうと、っていうふうに自分のことを例として出すことによって、自分がこういう人間ですよってことをアピールすることもできるんで、めちゃくちゃおすすめなので、ぜひですね、やってみてください。で、これ以外にも、コミュニケーションで使えるですね、質問のテクニックだったりだとか、相手の話を聞くのってめちゃくちゃ重要です。実際に FBI の捜査官とか、人質の解放の交渉するネゴシエーターとかも最初に習うのが人の話の聞き方なわけなんですよ。話をちゃんと聞ける人ってのはあらゆる点で得をします。じゃあそんな話を聞くためのテクニック、傾聴って言うんですけど、そういったテクニックとかをですね、僕の作った D ラボの方ではより詳しく解説しています。ぜひ番組の概要の方から D ラボ登録してみてください。D ラボは僕が作った知識のネットフリックスを目指して作ったサービスでして、もう本当ネットフリックスみたいにこういろんなね、科学とか心理学の知識が見放題になってますんで、ぜひですね概要の方から D ラボを登録してみてください。これをなくすだけで誤解されづらくなりますということで、誤解されない人になるためにはどうすればいいのかって話をしたいと思います。まあ、第一印象も良くなるので、第一印象に自信がないって方なんかにもおすすめです。誤解されやすいですか皆さん。あるいは第一印象がちょっと悪いって方とかいらっしゃると思うんですけれども、この第一印象とか誤解されやすいのが、自分の性格な問題だっていう風に思っちゃってる人が結構いるんですよ。で、結論から言うと、性格はね、第一印象とかあんまり関係がないです。第一印象って、人間の行動とか仕草とかそういうものでですね、形成されてるって思われがちなんですが、大体人間の第一印象って、パッと相手の顔を見た瞬間に形成されてます。1秒ないぐらい、50ミリ秒とか40ミリ秒とか、それぐらいのレベルで印象って決まってしまうので、性格なんか見てる暇ないわけなんですよ。で、なんで人間でこういう風になっちゃったかっていうと、相手がどんな性格なのかっていうことを把握する前に、パッと見た瞬間に相手が敵かどうか、それとも味方なのかどうかってことを判断
断してて生き残れなかったんですよ。それで一瞬で判断して生き残ってきたのが僕らの先祖なわけだから、だから僕らも相手のことをパッと見て決めつけちゃうっていう、そういう性質を持ってるわけなんですね。じゃあ何が決めるのかってことなんですが、今回ですね、参考にした研究はですね、ゼブロウィッツ博士っていう方がいまして、このゼブロウィッツ博士って、すごい第一印象とか、顔とかに関する研究で非常に有名な人なんですよ。はい。まあ、一応概要欄の方に参考文献も入れてありますけれども、こういうですね、先生が、どういう人が相手からの第一印象がいいのかってことを調べた、そんな研究があるんですね。で、いくつか要素があるんですけど、その中でも、人間が一番どうにかすることがしやすいものってのがありまして、そのポイントが、フィットネスという風に呼ばれるポイントです。フィットネスっていうとなんかね、なんか運動ですかって思う方いると思うんですけど、これ直訳するとフィットネスってね、健康って意味なんですよ。はい。健康的みたいな意味なんですよね。そう。実は、人間って、この人健康的っぽそうだなっていう風に思うような人、そしてその顔を好みやすいってことが分かってるんです。なんでかっていうと、健康的イコール生き残りやすいっていう風なシグナルになってるからなんですよね。だから実際に、女性が男性を評価するときなんかは、その男性の顔がいかに左右対称で、体がですね、いい感じに締まってるかとか、そういうことを見るわけなんです。なんでかっていうと、そういう人の方が、いざって時に戦えるし、健康的に病気になりづらいので、子孫を作るのに向いてるんですよ。で、男性が女性を見るときにも、女性の若さを重視しますけど、なんでかっていうと、若ければ若いほど健康的である可能性が高くて、そしてまあ子供も作りやすいと。っていう風に人間って結構このフィットネスに縛られて生きてるわけなんですよ。健康的な可能性が魅力的っていうデータってすごくいっぱいあって、例えば健康的な肌をしている人の方が、そうじゃない人よりもお金をもらいやすい。まあ例えばじゃあ起業家だったら投資家からお金を引っ張ってくるときに、肌がね綺麗であればあるほど、健康的であればあるほど、実はね信用してもらえてお金をもらえると。つまりどういうことかっていうと、健康的な顔をしている人、肌が綺麗な人、つまり肌荒れをなくすということをするだけで頭がよく見えて能力が高くて信用できるというふうに思われやすかったということなんですよね。すごいですよね。でもちろんこのね肌荒れだけじゃなくて他にもいろんな要素はあるんですが、まあ、とりあえず顔で言うんだったらいい顔色をしている、二日酔いとかでこうなってるんじゃなくていい顔色をしていて肌荒れが少ない、肌が綺麗というのに、まあ男性でも女性でも顔を持っていってあげるだけでかなり誤解されづらくなって、能力でも頭の良さでもそうだし信用度でも高く評価されやすくなるんで、ぜひですね皆さんもですね、顔をね、特に肌の質をきれいにするってことを目標にしてあげると誤解されづらくなりますよという研究でした。ぜひ、試してみてください。第一印象に関するですね科学ってといえばもう完全心理学の領域になりますけど、第一印象ってねある程度というか結構の部分を改善することはできるんですよ。肌の状態だったりとか。でもほとんどの人って自分の行動とか性格で第一印象を変えようとしますよね。そんなんじゃ第一印象変わらないんですよ。だからみんな第一印象って変わらなくて、そしてこの誤解を与えてしまうと、大体最大で半年ぐらい、まあ、少なくとも3ヶ月から半年ぐらいはこの第一印象で覆らなくなっちゃうので、第一印象で損をするイコール人生でかなり損をすることになるんですね。じゃあそんな第一印象をどうやったら改善できるのか、でこのテクニックをですね D ラボの方にまとめてますので、ぜひ概要欄の方から見てみてください。D ラボは僕が知識のネットフリックスを目指して作ったサービスで、ネットフリックスみたいにいろんなね心理学とか科学の知識を解説している動画が見放題になってる、そんなサービスなんで、ぜひ概要欄の方からこちら回して登録してみてください。それでは続き概要欄の方から D ラボでお会いしましょう。バイバーイ。